白バイ乗車展示についてご説明いたします。また新展示会場で実施しております。通年のキャンプなどして受け入れ会場内に設置し、浸水想定状況や黙って。では始めます。はい、モニターの方にカウントダウン出ます。はい、始まります。結構怖いですか。怖い、すごい。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、どうぞ。あ、嬉しいです。ただいまから救出救助訓練を開始いたします。8月1日から運動が開始されました。災害時に対する無人航空機を活用した支援活動、道路が寸断され、土砂災害が発生している状況から被害の大きさが確認されました。救助活動がこれにより開始されます。稲城市消防本部特別救助隊が到着いたしました。稲城市消防団第7分団が到着いたしました。
で、動かすと結構電圧使う、電力使うので。平成30年度の地域防災訓練を開催いたしましたところ、早朝より関係機関の皆様方、多くの方にご参加をいただきましてありがとうございました。言うまでもなく、大規模災害の時にはまずは消防本部、消防団本部によります控除、そうしたことをしっかりとサービス提供しながら、やはり皆さんの身の安全は自ら守っていただく、その自助、さらには自治会、隣近所、そういった方々の共助をもちまして連携をしながら、自分の身は自分で守っていただく、そういったことを体験、そして実践をしていただく、そうした防災訓練が無事終了することができました。